なぜならおみるちゃんは昨日寝落ちをしてしまったからです。わーわー、ちょっとねもう夜にお風呂入る元気がありませんでした。おみるちゃんにはその分元気をしていくわよ。さこら。そう。さっきパックはしてたから、それ以外のものをつけていくわよ。ほにゃ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 。絶対みんな地面大丈夫だった？地面ツルツルだよねきっと。今日もだって今も雨降ってるから別にお日様出てるわけでもなさそうだもんね。そうだよね。こんな雪の日に外歩くの、いやお仕事だからね。おみるちゃんは何もなかったら家から出ません。でもさ、ワンちゃんとかって本当にさあれなのかな、嬉しいのかな、今雪降って。おみるちゃんもワンちゃんみたいになろう今日は。そうだよね、確かに地下歩いたらね。なんかね、そう昨日かわいいワンちゃんも毛布にくるまったりするんだ、超かわいいね。そう昨日雪が降ってるの、降っててさ、こうその時はねなんか結構ゴツゴツの靴で行っちゃって、あのヒールのあわって感じだったんだけど、そしたらねその靴の隙間に入って雪がつるんつるんで、あーって本当にスケートみたいになりそうで危なかったです。あ、やっぱそうだよね。振ってくださいって書いてあった。振ります、振ります。
なんかさ、昨日ハリーポッターの話みんなとしたからかわからない、したからかな気がするけど、なんかね、夢でハリーポッターの夢を見たの。で、このメールを通過できたら合格じゃって言われて、めっちゃ頑張るっていう夢を見た。みんなと12時間前もお話ししてたわね。ちょっと待ってね、ちょっと口の色を塗ったらコメントを見るね。ちょっと待ってね。同じ？絆創膏になるといいんだ、貼るといいんだ。雪で遊びたいの、かわいい。さすがにおはようじゃない？かわいい、おはや。そう、眉毛サロンに通ってもう何年、自眉です。今日は絶対にね、食べたいものがあるの。でもどうするか迷ってるけど、朝からおべるちゃんさっきね、またお鍋を、本当に毎日同じだけど、いろんな味のあれでね食べてるの、お鍋を、から飽きない。偉いよと自分に言い聞かせます。
ゃんかな。お誕生日のおめでとう。なんか最近悪役が本当にないんだよね。めっちゃ強かった気がするんだけど。うわ待って、いや私さっきからなんか変なのあるなって思ってたんだけど、やっぱり昨日アイロンでさ、アイロンで火傷したところ跡になってた。え、やばい、しっかり肌が焼けてる、焼肉した時みたいになってる。ああね、痛いと思いましたよ、もちろんもちろん。最悪、悲しいよ、しょぼんね、え道理で消えないなと思ったよ、悲しい。まあ顔の中心とかじゃなくてよかったか。ほら痛がりだよ。よき、よいしょ、一回前髪を、わー、下ろします。私小学校の時髪の毛、なんかなんだっけな、小学校って髪の毛下ろしちゃダメみたいなルールあったっけな。なんかあんまり下ろしてた記憶がないんだよね。よし、いい匂いでも嗅いでテンション上げよう。いい匂い、匂い、しかも今日は違う色のアイシャドウを使ってみよう。なんか今日はいつもと違うメイクにしたいな。そう、触覚ね、そう前回美容室行った時に結構なんかね長くしてたんだけど、巻いていい感じにね、そう短くなるくらいにしたの、嬉しい。そうそうそう、やばい、くしゃみ出そう。あ、じゃあ今日これ使おう。パーソナルカラー診断の時にねいただいたの、絵画アイシャドウパレット04日傘の女です。かわいい。今日はてか見て、めっちゃかわいいの、かわいい。これを使っていこうと思います。可愛いんだけど、てかアイシャドウの柄めっちゃ可愛くない？お花柄と雲の柄めっちゃ可愛い。今ね借りてた香水はね、嘘じゃん。割れてませんでした。よかった。今は毎日使ってるやつとはまた違う、この間まで使ってたやつ
いっぱい香水、いっぱいではないけど何個か持ってるうちの一つ。お花の香りがします。ブラウンメイクとか本当にしたことないんだよな。やってみます。絶対ピンクがいいになる日表。ブラウンって本当になかなか使わないんだよね。なんだろうね、私はただ単にピンクが好きだからなんだけど。待って、その間にあれをやりたい。その前に次のね、コーティングが大事です、私にとっては。やっぱりピンクがいい。なんだろう、見慣れないからかな。この下にあるピンクにしよう。なんだろうね、私、かわいい。ピンクブラウンが好きだからだ。混ぜるとかわいい。なんかね、そう、どっちもブラウン見慣れないから。あ、でもめっちゃかわいい。なるほどね、私は学んだ。かわいい色、何でも似合うようになりたいな。なんかね、そう、例えばお仕事とかでさ、なんか初めて挑戦する色のメイクしていただいたりとかする時もあるんだけど、いつもねドキドキするの。似合ってるかな、大丈夫。けど、すごい新たな自分。やばい、加減が難しいです。かわいい。そうして、いつものピンクのブラウンバージョンをすればいいってことだよね。だからさ、 YouTuber さんとかさ、メイク系のでさ、いろんなメイクをされてるじゃん。すごいよね。一回自分の好きなメイク見つけたらもうそれでばっかりだから、冒険できないからさ。この雲のアイシャドウ使ってみよう。どこにしたらかわいいかな。かわいい。で、涙袋は
え、めっちゃ可愛い。ピンクじゃないけど、めっちゃぷっくり見える。ちょっと待ってね、出来上がったらみんなに見せます。ちょっと今途中です。ふむふむふむ、良いですね。ふむ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 、そしてそしてラメを塗る。今日ね、食べたいとあるものがあるんだけどね、それをゲットできたら一人で食べるの寂しいから、配信でみんなで食べようかな。手に入るかは分かりません。かわいい。まだね、アイライン引いてないんだけどね、マスカラとかも。一旦こんな感じ、アイシャドウだけだった。ピンクじゃないし。あ、でもピンク使ったからピンクか。ピンクブラウン。でも涙袋は絶対ピンクで引く。何があって。じゃあ頑張ってアイラインを引いていこうと思います。よいしょ。マスカラは最後。あれ、さっきご飯食べたのにもうお腹空いてきちゃったよ。あ、待って、あどうしようかな。今日髪の毛どうしよう。雨降ってるならびちゃびちゃになっちゃうから結んだ方がいいかな。この後は降らない。あ、そうなの？よかった。やばいやばい。3本くらいに分かれちゃった。やばいやばい。めっちゃ、めっちゃ、めっちゃ鳥の羽、アイラインになっちゃったよ。あわ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 。私さ、綿棒って水道に置いてるんだよね、いつも。それがいつもダメだって思いながらそうしてしまう。なぜかっていうと、メイク落とすときにさ、水道で落としてるから。水道？洗面所。
よし、真剣。なんか強そう。おお、ふん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 。あー、偉いわね、本当に難しい。もうとってもね、そう、指、そうけど、もう最近はもう自分の好きなアイラインの位置を見つけたからね、それに一発で仕留められたらもう OK。確かに、やけど見えちゃうかも。お姉ちゃんが何を食べたいと思っているか、みんな考えてみてね。でもどうだろう。でも可能性は 30%。下まつげも重要ですよ。よいしょ。あわあわ。あわあわ。あ、やばい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 。もう指に助けられすぎ。もうさ、マスカラってさ難しいよね。はい、今日はいつもよりなんかナチュラルかもしれない。あ、顔に陰影がありませんでしたわ。わあ、めっちゃ本当にしっかり焼けたな。あとと、で
いやー今日もとっても寒いんだろうな。昨日カイロ3枚貼ってたんだよね。3枚貼ってたけど今日は何枚貼ろう。もっと貼った方がいい？そんなこともない？ちょっとだけけどまあお外が多かったから。お仕事戻ります。お疲れ様だよ。ねえ、で昨日これを買ったんだ。なんかねつるんつるんつやんつやんの肌が大好きで、痛かった。それになりたいと思い購入。なんか数年前のビジュアルに戻った気がする。そうでもない、ブラウン味が強い。あわあわ、すごいありがたい。わお、とってもツヤンツヤンなのですが、これはすごい。冬のツヤツヤの肌ってさ、とってもいいですよね。見えますか？このツヤツヤが。やばい、最高かも。これがね、したかったのよ、私は。赤ちゃんのような肌になりたかったのです。発光しているお顔が。カワチュルンチュルンだ、さすがに。かわいい、大成功。終了。こうした。
なんかさ、ペットボトルのお水飲むの本当に下手なんだよね。どうしたらいいのか。今日髪の毛もストレートの方がいいよね、もういっそのことね。どうせ湿気やらなんやらで。やったー。しかもお風呂入りたての寝癖なしの髪の毛だし。そう、インナーの傷んだ毛がね、もうだいぶ復活して伸びてきてるからね。どこら辺からなんだろう、ここら辺からかな。でも割とそんな伸びじゃない、だいぶ、ね、いい感じなので。プリ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 。超可愛いんだけど、ツヤツヤ。アイロンはね、熱いもんね。あ、お風邪ひいた私。うそうそ。よし。1000点満点やったよし。前髪を頑張る。
よいしょ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 。ふう、今年の2月はうるう年なんだっけ。2月29日まであるもんね。10日連続でラーメン、すごっ、すごいよ、なかなかいないよ10日連続ラーメン、すごいことだよ、自信を持って。あ、メルちゃんもお米炊こうかな。いや、でも今日の夜でいいかな。お昼ご飯、お昼ご飯はね食べたよ。あ、お昼ご飯っていうか朝ご飯みたいなの食べたよ。うわ、おめえちゃんの得意料理はお鍋を作ること、それしかできません。あとでもこの間みんなと一緒にオムライス美味しく作れた。嬉しい。一人暮らしを始めるの？なんだろう、一人暮らし。なんだろうね。寂しくないもの。ゲームとか、あとは何だろうね。あ、私はね、そう、ソファー派じゃなくて今はね、あの人をダメにするソファー、通称お豆腐ちゃんを使っています。なんか私はソファーも好きなんだけど、こう人をダメにするソファーに埋もれるのが好きで、まあ、その上でよくお昼寝したりとかしてますね。あとね、お部屋の匂いは白のディフューザーを使ってます。ディフューザーが結構めちゃはね好きかも。そう、なんかね、そう、気分がね上がるよ。うん、毛先を内巻きにだけして
ていきますよと。よいしょ。でも毎日いっぱい頑張ろうって、なるべく家事はね思いすぎないようにしてる。だって一日さ頑張ったら全部はできないもん。まとめてお休みの日に頑張ったりとかしてますね。よいしょ。はい、OK。 とってもキュートにくるんとできました。はいはい。ちょっとここが元気だな今日。前髪を最後もう一度仕上げて完成。あとみんな今日ね、いつもと私カラコンの色違うの。ちょっとね茶色めにしてみたの。割と裸眼に近い色かも。いつもは暗めでね黒目っぽくしてるんだけど、よし。ほら茶色い。今日のアイシャドウはこちらですよ。海外シャドウパレット04番日傘の女です。そうで、ブラウンとピンクをね混ぜて、ブラウンだけだとちょっと大人っぽくなりすぎちゃったのでピンクを混ぜてキュートにしてみました。
そしてケープちゃんスティックで、あら髪の毛がついてきた。このようにして、あとでストレートの時用のスプレーをかけて、完成です。やったー、雪。え、でもどうなんだろうね。完璧。良いです良いです。何か食べたい気分だわ。雪だるま作ったの？かわいいね。ほんとに。ほっぺチュヤチュヤ、ほんとに。かわいい。スクショタイム。です。日傘の女というアイシャドウとっても良いです。かわいい。なんか涙袋のねところに使った色がとっても可愛くて、ぷっくりちゃん。そう、はーい。お腹空いたな。朝ごはん食べたのにな。またお鍋を食べます。1時半くらいになったら終わりにしようかな。今日も一緒に頑張ろうね。夜も配信できたらなって思います。チョコレート作りたいな。なんかさっき TikTok でトリュフ見てたの。なんかオーブン使うのがちょっとあんまり得意じゃなくて、なんかママがいたらいいんだけど、一人で使うのちょっと怖いから。え、それか、それか、え、そう、私はそう過去に牛乳を爆発させてしまって、あとなんかね、なんかレンジにその蒸し焼き機能みたいなのがあって、でなんかちょっとパンを蒸し焼きしてみようと思ったことがあって、うん、そしたらなんかね、あの危ない香りがして、そうでも温まってなかったの。ちょっと怖かったから、そう今度ちょっと使い方教えてもらおうと思って。そうから冷蔵庫で作れる
やつか、もうすぐ作れる。あのなんかさ、小学校の時に流行ってた、あピンポン、あの小学校の時に流行ってたあのキットキット、なんかチョコロリポップセットみたいなやつとか。え、タルト、タルトって簡単だよね絶対。だってチョコ溶かして生クリームとチョコとタルト型があったらきっとできるよね。探しちゃおうかなという感じで。ちょっと頑張れそうだったら探してこようと思います。どこに売ってるんだろう。なんか、え、あのキットみたいなやつって今の時代もある？私が小4小5くらいの時にめっちゃあったんだけど、どこに売ってるかな。え、ロフトとかプラザとかどこに売ってるんだろう。無印。あー、なるほどね。探してきます。あ、あれ、あ、無印行ってこようかな。ロフトプラザ昨日時計見たから。マジ本当にみんなってすごいね。もうたくさんのことを教えてくれてありがとう。ちょっと行ってきます。お仕事の後かな。え、何時までやってるんだろう。間に合わなかったらごめんなさい。へえ、すごいね、いろんなのがあるんだね。ふむふむ、はわはわ。待って、甘いもの食べたい。何食べようかな。チョコレートないな。マロッシュはある。という感じのミルちゃんです。じゃあ今日の夜頑張れたら、見つけられたらチョコレート作ろうかな。で食べる、その場で食べることができますように。作りたてのチョコってさ、食べちゃダメかな。ローソンのロールケーキ、あのなんかこんもりとしているやつ。私ローソンのなんだっけ、なんかね、そうロールケーキで、なんかちっちゃいんだけど、ちっちゃいロールケーキがこういっぱいボボボボって連なってる、なんてやつだっけ。まあローソンの甘いなんかミルク味みたいな感じのロールケーキがあって、それをいつもね、とあるお仕事の時はいつもマネージャーさんが、そう、今はもうそのらなくなっちゃったんですけど、その恒例行事は、そうなくなっちゃったっていうか、まあそう今はね、あんまりその機会がないからあれなんですけど、そうロールケーキをね買ってきてくださるという、大好きなの、そのロールケーキも。そう、でもロールケーキはロールケーキでも、そのねクリームの味がめっちゃ美味しくて、あと生地が全部か、そうあれも食べたいな。え、チョコって作りたて食べられる？例えばさ、あの生チョコタルトさ、チョコ溶かすじゃん。でもさ、冷えるのに絶対2時間くらいかかるじゃん。え、もう待てない、どうしよう。え、美味しいチョコを買ってくる？どうしようかな。
だってさ生チョコタルト食べたいな。うわーもう私もう今日生チョコタルト食べないと今日終われないかも。いやでもなんか作ってみたい気もするしな。考えます。生チョコタルトを買ってくる。終わり。チョコタルトキットあった？ずっと今日のまま。いやもう絶対食べたいの。ボールごと何どう、ボールごと氷水とかで固まりすぎないくらいに冷やしてから。なるほどね。待って、その前に私はそのスイーツを作れるようなあれを持ってるのだろうか、道具を。何が必要？生チョコタルト、ボールはあるでしょ。で鍋つかみも買いました。あのリボンの形の、本当にそのリボンの形が可愛くてまだあまり使ったことはありませんが、鍋つかみもあるでしょ。ありがとう、見ます。型、ゴムベラとボール。あーゴムベラというのをなくした記憶がありますね。ちょっと探そう、じゃないですね、探すとかじゃないわ、もう買うしかない。これを機にゴムベラでも私そうケーキ作りになってた時にあれなの、混ぜるの超上手な。ビュッビュッ、ボールのねこうあるじゃん、横にボールにね生地をね一つも残らずね中心に集められる技を実は持ってるんです、私。とね、じゃあそうします。あ、いい場所を発見。あそこに行こう。ピンポン。忘れないうちにメモしとこう。でネイルオイル塗ろう。あれどこ？ピピ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 、あ、そろそろ終わりにしよう。よいしょ。ではでは皆様、たくさん見守ってくださってありがとうございました。本当に皆さんのおかげでメイクがうまいことできました。わーいわーい。じゃあ夜も配信しようと思います。では、皆様またね。バイバーイ。今日も一日、もう午後だけど、頑張ろうね。バイバーイ。